ジョン・エドワード・ラナンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ナッソー軍、ロングビーチ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。2005年の MLB ドラフト11巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名され、プロ入り。2007年に、A 級ポトマック・ナショナルズ、A 級ハリスバーグ・セネターズ、トリプル A 級、コロンバス・クリッパーズの3つの階級で12勝3敗。 防御率2.31を記録し、ナショナルズ参加の最優秀投手に選出された。7月26日にメジャー初昇格し、同日の対フィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビューを果たしたが、5回にチェイス・アトリーとライアン・ハワードに連続支給を与え、危険級退場となった。デビュー戦での退場は1997年のアーロン・ブーン以来。8月26日に、 トリプル A 級コロンバスへ降格し、メジャー一年目を六試合の先発登板で二勝二敗、防御率四点一五十奪三振の成績で終えた。二千八年は、開幕をトリプル A 級コロンバスで迎えたが、四月五日に、チャド・コルデロの故障者リスト入りに伴い、メジャー昇格。ローテーション入りを果たしたラナンは、三十一試合の登板で九勝十五敗と負け越したが、 21QS は新人選手として両リーグ最多1986年以降の新人選手ではご遺体となった2009年は開幕投手を務めた2011年はチームで唯一の二桁勝利を記録2012年はジオ・ゴンザレスの加入などで先発陣が充実したため長らくマイナーに止まっていたがスティーブン・ストラスバーグが 投球回数制限で登板を終えてからは、その代役としてメジャーに昇格した。シーズン終了後の11月30日に FA となった。2012年12月18日に、年俸250万ドル、出来高250万ドルの1年契約で、フィリーズと合意した。2013年は14試合に先発登板して3勝6敗。 防御率5.3338奪三振の成績を残した。10月17日に FA となった。2014年1月18日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。3月27日にメッツとメジャー契約を結び、開幕ロースター入りした。開幕後は5試合に登板したが、4月16日に40人枠を外れ、 参加の AAA 級ラスベガスフィフティィテワンズへ降格した。オフの10月に FA となった。2014年11月18日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結ぶ。2015年は参加の AAA 級アルバカーキアイソトープスでプレイし、26試合に登板して6勝10敗、防御率5.3983奪三振の成績を残した。 オフの11月7日に FA となった。12月16日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2016年は参加の AAA 級オマハストームチェイサーズでプレーし、25試合に登板して7勝8敗、防御率5.2455奪三振の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。二千十七年三月一日に、 プロイリジの古巣であるナショナルズとマイナー契約を結んだ。6月8日に解雇となり、6月19日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約。8月13日に現役引退を表明した。ありがとうございます。